ワラシこと、ワラシソウザシウバは、ブラジルサルバドール出身のサッカー選手。ウディネーゼ・カルチョに所属。ポジションはミッドフィールダー。アバイ FC の下部組織で育ち、2013年に、グレミオフ・ブッパの下部組織へ移籍。トップチームに昇格すると、2014年4月27日に、カンピオナーとブラジレールをセリエ A で、プロデビューをした。 同年夏に監督に就任したルイス・フェルペス・コラーリの下で出場機会を得るようになり公認監督のホージェル・マシャド・マルケスの下で2016年12月にはコパド・ブラジル優勝に貢献した2017年1月ドイツ・ブンデスリーガのハンブルガー・エース V へ移籍した契約期間は2021年6月30日までの4年半同年2月7日に行われた DFB ポカールの1、FC ケルン戦でデビューし、同年2月11日に行われた RB、ライプツィヒ戦でリーグ戦デビューを果たした。2018年6月、ハノーファー96へ2022年6月までの4年契約で完全移籍した。2019年8月12日、ウディネーゼカルチョと2024年までの契約を締結した。2015年、 U-20 ブラジル代表に選出され、南米ユース選手権に出場。2016年には負傷したルイス・グスタボの代わりとして、コパ・アメリカセンテナリオに挑むブラジル代表に招集され、同年6月9日のハイチ代表戦で代表デビューを飾った。また、U-23 ブラジル代表として、同年8月に地元、ブラジルで開催された。 リオデジャネイロオリンピックに挑むと4試合に出場し、金メダル獲得に貢献した。ありがとうございます。